u ーパック。ユーパックは、日本郵便が提供する、荷物運送のサービスの一つで、他社が提供する宅配便と同じサービスである。旧一般小包み郵便物が前身である。u ーパックの運賃は、サイズと運送距離で決まる。普通郵便とは異なる輸送体系を使用しているため、送達速度は普通郵便よりも、比較的速い。また、休日も配達する。発送は週間。 悠々窓口、郵便局の郵便窓口や、コンビニエンスストアなどの取扱所で受け付ける。引き受け可能なコンビニエンスストアについては、2014年4月現在、ローソンブランド店舗、ミニストップ、セイコーマートであれば、原則全店舗で可能としている。国土交通省の調査によると、平成十六年、二千十四年度における、日本の宅配便市場シェアは、ヤマト運輸、 宅急便、45.4%、佐川急便、飛脚宅配便、33.5%に続き、第3位、13.6%である。現在の小口利用者の運賃割引は、以下の通り。従来は、気払いの場合は20円の手数料が受け取り側に、運賃に加算される形で課されていたが、2009年4月1日より、 ユーパックに関わる木払い手数量が廃止された。大口利用者の運賃割引は以下の通り、以下の主なサービスが追加料金なしで利用できる。全身の小包み郵便物は1892年、明治25年10月1日に低心症により取り扱いが開始された。1871年、明治3年の郵便創業から20年以上。 遅れたのは民間の運送業を圧迫するという意見などが、したたかったためとされる。1983年、昭和57年6月1日から、東京都及び千葉県の郵便局約980局で、郵便小包み用段ボール箱の販売を施行したのに、続き、同年11月10日、全国の郵便局で、小包包包装用品、U パックの販売を、死した。 すなわち、当初、u パックは、郵政省が販売する放送用品の愛称であったが、1987年、昭和62年6月1日からは、郵便小包みそのものの愛称となった。郵政省が毎年発行していた通信白書、情報通信白書の前進資料編に掲載された統計表では、1993年版まで、 小包郵便物取り継ぎ所の名称が用いられていたが、1994年版からは、u パック取り継ぎ所に改められている。郵便が総務省の直轄事業から、日本郵政公社、日本郵政グループの前進に移行後、2004年、平成16年10月1日より、一般小包郵便物である、郵パックの料金が、他社に禁止したサイズ距離制なり、 損害賠償額が30万円までに拡大。料金割引が新設され、リニューアルをアピールするためロゴが改定された。同年11月からは大手コンビニエンスストアチェーンのローソンを窓口とし取り込んだ。その結果、2005年、平成17年2月16日の幾田、正春総裁、当時の発表によると、この時点でのシェアは6%となった。 情報通信白書平成17年2005年版に掲載された同年3月末時点の統計表から UPAC 取次書は UPAC 取扱書に改められた2010年6月まで提供されていた商品で360円の追加によって荷物の申告額35万円現金が同封されている場合は1万円までを損害保証するサービスさらに オプション扱いで20円ごとの追加で5万円。現金同封の場合5000円単位で保証額の上限を上げることが可能であり、最大50万円までの損害要証額の設定が可能で唯一現金の送付が可能あった2004年9月までは一般の U パックが6000円までしか保証していなかったこともあり、一般の書き留め郵便物同様、 最低の要償額10万円までの保証となっていた。それ以上の損害要償額の設定を要する場合は、一般の書き留め郵便物の追加額に準じていた。JPEX との統合によるサービス改定でセキュリティ U パックが設定されたことに伴い、取扱いが停止れたが、書き留め U パック用のラベル、元払い着払い兼用であったは、元払いでの利用時に限り、 2004年10月以降に配布されているものであれば、現在はセキュリティ U パック用に流用可能となっている。ただし、時間帯指定が14時以降の枠の場合は、適用欄に記載するかシールの貼り付けを別途、依頼するかのいずれかの方法が必要。ちなみに、現金が同封されていた場合は、封印は上下すべて一般的な段ボール箱の場合は14箇所に必要。 すべての U-PAC ラベルが使用不可で追跡番号も現金書き留め郵便物用ではなく一般書き留め郵便物用のラベルを使用することになっていた。伊藤忠商事とヤフーとの提携によりコンビニのファミリーマートやローソンにて発送するヤフー U-PAC を取り扱っていた。発送については自分で計量して続きしなければならないが 運賃体系の違いにより U パックよりも安く発送することができた。類似のサービスは他社でも言っているシステムは工術が小口客が対する間口が一番広いサービスであるため一例として掲げる。長さ、幅、厚さの合計が1.5メートル以内、重量21キログラム以内。取り扱いは U パックに準ずるが配達時間帯の希望は可能であるが、 配達日の希望はできない、食料品や飲料品は発送できない、などの制限があった。インターネットオークション落札品の送付用として、開始されたため、Yahoo Japan のアカウント取得と利用登録を行い、専用ページから事前に受け取り人情報を入力し、取扱コンビニのマルチメディア端末、ファミポート、またはラッピーへの受付番号等の入力をして、 申し込み券と引き換えに送り状を及び、ビニールブートを受け取り調布する。サービス終了時には、クレジットカード決済、銀行ネットバンキング決済のほか、コンビニ店頭での現金支払いも可能だった。また、落札品でなくても利用できた。運賃は、サイズ距離性を採用する、小口の U パックと異なり、伊藤中商事が、 料金効能の多点差し出し制度を利用しているため、重量距離制の大口運賃1個あたりの金額で決定される2003年のリニューアル以前の運賃体系。したがって、地域区分もしない、市内を除く、地域内など、サイズ距離制とは違っていた。大きく軽い荷物を発送する場合は、概ね U パックより安価になり、反対に小さく重い荷物の場合は、高価になる場合もあった。 損害賠償の限度は50万円までの実損額であり、コンビニへの集荷前及び集荷後に u パックの賠償限度30万円を超える部分は独自保証制度となる。特殊取扱いの利用はできない。よって、現金、現行日本紙貨幣や貴金属等は送ることができなかった。2009年7月1日14時をもってサービス完全終了となった。しかし、 その後2011年後半から類似サービスとしてオークション u ーパックが登場しており利用方法も似ている。なお2010年3月3日より2018年5月2日まで伊藤忠商事とヤフーは類似のサービス、運ぶを行っていた。代金引換えサービスの一種で JPEX を継承した2010年7月1日からサービス開始された。 2010年6月まで日通キャピタルの j p エク x プレスのコレクトペリカンビンコレクトサービスを利用してい法人向けサービスの後継であり新たな利用にあたっては郵便事業ではなく提供元である日通キャピタルとの事前の契約が必要である上述の代引き U パックの個人事業主法人向けサービスである代金引換えまとめ送金サービスとは別の商品となる コレクト U パックは、悠々窓口の設置のない郵便局、2012年9月までは、郵便事業の支店、支店分室が併設されていない拠点で受け取ることは、できない。つまり、再配達先を悠々窓口のない郵便局にしたり、悠々窓口のない郵便局止めとすることはできない。受け取るには、配達、または、悠々窓口を有する郵便局止めとなる。 2013年3月31日をもって終了したため、既存の利用者は代金引換えまとめ送金サービスへ自動移行され、約款等も代金引換えまとめ送金サービスのものへ読み返されることになった。提供元も日通キャピタルから日本郵便へ移行する形となった代金引換えまとめ送金サービスにおける日通キャピタルとの資金移動の業務提携自体は、 継続。u パックリニューアル以前、ほとんどのコンビニチェーンの宅配便商品は、最大手のヤマト海湯の宅急便であったが、2004年に、校舎のローソンに対する委託を前に、ヤマトが校舎に対して、ローソンへの委託の撤回と不当連売、税制面での優遇、小包の赤字を、独占事業である新書の黒字で補填、小包と新書を同じ輸送便で配送して、 コスト計算を行っているなど主張し、独占禁止法、第24条に基づき差し止め請求を提訴した。しかし、ローソンの受託を皮切りに、ミニストップ、デイリー山マザキ、AM、PM、サークル系サンクス、セイコーマートなど、各チェーンもこれに続いた。一部は、日本通運とのデュアル対応から、ペリカンビンの JPEX 移行時に u パックに統一。訴訟については、 郵政民営化に伴い、旧公社より、郵便事業日本郵便が承継した。ヤマトの一連の動きは、以下の通り。なお、ヤマトは、公社発足と同じ2003年4月1日より、黒猫メール便の運賃を、第一指定経由便物の料金を一式した80円からと、し、その後セブンイレブンや、ファミリーマートを窓口として、受け付けている。あとに、 二千十年九月より、デイリー山崎が u パックから宅急便に切り替えたことに伴って、デイリー山崎ザキでも黒猫メール便の受付を開始している。二千七年十月五日、日本郵政と日本通運業者の宅配便事業を統合することを目的に、合弁会社を二千八年十月一日をメドに設立し、u パックが日本通運の宅配サービス、 ペリカンビンと事業を統合すことが発表された。その後、2008年6月に統合準備、会社 j p エク x プレス株式会社が設立され、設立当初は、出資比率は50%ずつ、2008年8月に、日本郵便66%、日本通ーン34%に変更、2008年8月末までに、合弁会社の事業の詳細、 新ブランドや新サービスの内容を公表、宅配便事業の統合は2009年4月に行うと発表された。実際には JPEX の出資比率は2009年4月に変更され、この時点ではペリカンビンのみを譲り受けすることになった。U-PAC の活用は同年10月に予定された。システム運送体制はペリカンビン、運送料金体系は u p パックをベースとし、新しいブランド名を発表する予定としていた。また、料金効能扱いの u p パックは、J、JPEX 掛け売り、すなわち、ペリカンビン扱いへ移行するようアナウンスを開始することになった。しかし、2009年9月11日付で、予定されていた u p パックの活上 JPEX への完全統合は延期されることが発表された。 同年10月1日時点では、すでに廃止準備に入っていた一部地域のペリカンビン業所の周廃業務を郵便事業の一部支店が代行することになり、さらに2009年12月24日には、2010年7月1日付で、郵便事業が JPEX からペリカンビン、JPEX プレス宅配便事業を譲り受けすること、発表された。同日以降の郵便事業が手掛ける荷物の ブランド名は U-PAC に統一され、システム、運送体制は従来の U-PAC をベースとするが、サービスレベルは JPEX を継承し、その後速やかに JPEX を生産させることが明らかになった。統合は予定通り2010年、平成22年7月1日に実施されたが、準備不足と荷物の急増や送り状の混在。 従来の二つのブランドの荷物を扱うことになった上、中元シーズンの開始時期であったが、原因で荷物を集積する各ターミナル局はパンク状態に陥り、全国的に大規模な地配問題が発生した。7月15日には正常化宣言が出されているが、このように事業統合にふさわしくない時期を選ばざるを得なかったのは荷物取扱量の減少により、 最終的な累積赤字が980億円に膨れ上がった JPEX 字の生産を8月31日に行わざるを得なくなったという背景があった。この支配問題との直接の関連は不明だが、これまで U-PAC を取り扱っていたデイリーヤマザキが2010年平成22年9月1日よりト運海へ提携先を切り替えると発表した。なお、 統合の2010年、平成22年7月1日以降、配達日数に若干の変更があった。これは以下の要因による。配達日数は JPEX のものがベースとなったため、ワンデイサービスやワンナイトサービスなどで統合後のサービス縮小が見られた。従来、郵便関連のコールセンターは、日本郵政グループ共通の番号を使用しており、 従前のラベルにもこの番号が表示されてきたが、2010年7月以降に配布された、郵便事業株式会社名のラベル予備2012年10月以降に配布された、現行、日本郵便株式会社名のラベルは、UPAC 専用コールセンター番号の表示に変更されており、番号自体は JPEX から継承した番号が表示されている、UPAC 以外の、例えば、 モーニング10などのラベルは日本郵便に移行後の現在も従前通り日本郵船グループコールセンターの番号が始め。なお従前より視点単位で設置していた集荷専用フリーアクセスも継続して利用可能となっている。2004年のリニューアル以前より稼働し、視点ごとのフリーアクセスが設置される前か運用されていた。 一部地域で利用可能な零一二零から九百五十から三百三十三東京二十三区内は零一二零九五零四八九のフリーダイヤルも未だに利用可能となっている。このほか、二千四年九月以前に発行されたお問い合わせ番号十一桁の送り状ラベル、一般元払い用と書き留め用が今般の統合をもって日本通運命のペリカンビンラベルとともに、 使用停止となった、現在、民営改善を含め、2004年10月以降に発行されたもののうち、民営化前の代引き u パック用ラベルや2010年6月以前に発行された、ゴルフスキー u パック、空港 u パック用ラベルなどの用一部を除くラベルと、JP エクスプレス名の送り帳であれば原則利用、可能である。なお、統合前に発行されたラベルにはない。 現行の時間帯指定のうち14時以降枠での指定を希望する場合や輸送中の下積み現金の取り扱いを希望する場合は適用欄に記載することで対応可能となっている。いずれも受付担当者に口頭で伝え、その場でシールの貼り付けを行うことでも対処可能。以上の体制による事業統合後も取り扱い個数は減少を続け。 郵便事業会社の2010年度、平成22年度営業損失1612億円の、うち JPEX 継承に関するものが1066億円を、占めるに至るほどに経営状況が悪化したことから、収支改善のために輸送体制の効率化を図る目的で、2011年度、平成23年度からは、U-PAC の専用輸送便を廃止し、郵便物との混載に戻すこととなった。 これにより、2011年8月28日以降、U-PAC は郵便物との混載による輸送体制に戻ったほか、旧日本通運 j p e x のターミナル施設を継承したターミナル支店のほとんども廃止され、これらの拠点に移されていた区分、仕分け作業も統括支店に戻ることとなった。また、輸送体制変更に伴う送達日数への影響を緩和するため、 長距離区間での U-PAC の航空奇跡祭も復活した。2012年10月1日の日本郵便株式会社発足に伴い企業名を変更したラベルロゴマークは新設された JP ポスト郵便局に変更が新調されるが当面は従来の郵便事業株式会社名のラベルも並行して配布する形となり1年以内に差し替えを順次。 行うとしている2012年現在。なお、郵便事業名ラベルの配布完了後も、当面は利用可能としている。2015年時点で、一般の元払い用のラベルとして、B ラベル、b にラベル、C ラベル、元払い A ラベル、元払い B ラベルの5つが設定されている。このうち、コンビニエンスストアで利用可能なものは C ラベルのみとなる。 その他のラベルは、極窓口や、悠々窓口での差し出し、集荷での利用や、U パック取扱店などで用いる形となる。ラベル名に、元払いと付くものは、かつてのペリカンビニや j p エクスプレスの流れを組む様式となり、主に法人向きに用いられるもので、お届け済み通知はがきの送付の取扱いができない。このうち、B ラベルと元払い B ラベルは、 取扱い理控がないもので、それ以外は、引き受け局、コンビニエンスストアを含めた取扱いから住宅したケースの場合は、悠々窓口設置局控えと依頼人理会の間に、取扱い理控が挿入されている。取扱い理控のある様式のものであっても、局窓口や集荷で差し出す場合は、日本郵便の拠点では使用しないため、依頼人控えとともに、 差し出し人に返却するか、シュレッダーで破棄するかのいずれかの対応を取る。2010年7月1日、JPEX プレス、JPEX から宅配便事業を譲り受けされることに伴い、UPAC のサービスが一部従来のペリカン便ベースのものに変更された。なお、これに先行して6月24日には、UPAC.JP のウェブサイトが公開された。 サービスの変更点については同ウェブサイトで詳しく記載されている。upac.jp の公開は2011年3月31日をもって終了。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。